ございますえー、今日の話は「心が軽くなるブッダの言葉」という大、えー、愚玄勝さんの本の中から「執着から苦しみが生まれるという話ですブッダの言葉」主は答えた「子のあるものは子について憂いまた牛のあるものは牛について憂う」「実に人間の憂いは執着するものである」 執着する元のもののない人は売れることがないなぜこの言葉に牛が登場するかというとインド人にとって牛は財産だからですつまり子供や財産を持つ者は子供と財産のことで悩み何も持たない者は悩むことはないとブッダは説いています自分の子供が大きくなって言うことを聞かなくなったり勉強ができなかったり それこそニートになったりすると、親として心の安定が揺らいでしまう人は多いでしょう。一方、財産はあればあるだけいいと思うかもしれませんが、増えたり減ったりで一気に中してしまいます。例えば1億円を持っています。と言っても、戦争などにより貸幣価値が大きく下がる可能性もあります。また、土地や家を所有していれば、それらの価値も気になります。こうした悩みの原因は、子供も財産も、 自分の所有物だと思い込んで執着しているからですさらに自分でコントロールしたいと考えているからですしかしこうした形のあるものだけに頼るのはとても愚かなことですなぜなら商業無常という言葉があるようにすべては変わりゆくからです形あるものはすべて壊れ消えてしまいますまた子供にしても配偶者にしても友達にしてもあなたの所有物ではありませんあくまで一人の人間です 誰しも皆、自分の意見、意志があるので、あなたの思う通りになるわけがないのです。仏陀は、自分の思い通りにならないものに対して、自分が思うようにコントロールしたいと思い、執着することをあらゆる苦しみの根源とみなしています。そうならないためには、自分自身を頼りにし、さらに仏教の教えを拠り所とすることです。仏陀は、苦の本質は執着であると説きました。 若さに執着すす。るから老いいをくと思います健康に執着するから病気をくと思う生命に執着するから死をくと思う執着とはこだわりやたらわれその執着をなくすにはすべてを受け入れること現実を受け入れすべてを肯定すること若さもいいが老いもまたよしとまたそれを松下幸之助さんは公共よし不況またよしというふうに言いました。 ああそうなりましたかそういうことだったんですねと淡々と受け入れる起こることのすべては必要必然最善だからですねじゃあ今日はこれで終わります。